去年8月の豪雨で被災し運休が続く米坂線。 JR は復旧費用におよそ86億円かかると試算していて、今月には沿線の自治体などと復旧に向けた議論を始めました。一方、 JR 東日本新潟支社の白山博子支社長は今日の会見で、現時点では復旧するか廃線するかどちらとも決めていないと強調。沿線の人口の減少に比べると鉄道のご利用者の方が、著しく減っているというのもこれ現実でございます。復旧には国などによる費用の負担に加え、復旧後に安定した運営をするための利用促進対策などが課題だとし、今後議論を深めていく考えを示しました。